今の辺も後ろから支えがついてます、正面の。で右の階段も下から支えがついてます。この穴も崩れないように押さえてあります。ここ石炭を掘るためだけの島ですから、ここがなくなったら何のための島かわからなくなるんです。石炭掘るのが一番大事なところなんです。でこの塀の後ろの1階部分が倉庫で、2階が三菱の総合事務所の跡になります。でずっと工員さんたちは8時間の3交代になります。で右の方のいかにも崩れそうな階段登っていかれるんです。で山の方に行ったらですね、山の高さが47メートルあります。あれより高い櫓が組んであったんです。これがエレベーターです。ここから600メートル下に降りるんです。3分で登るよりです。スカイツリーを1分半で登って1分半で降りるんです。もう今のエレベーターみたいに箱型ではないです。手すりしかついてません。手すりしかついてない2階建てです。これで降りていくんです。で、600メートル降りてもそこにはもう石炭がなかったんです。石炭の層が斜めに走ってまして、これを追っかけていくんです。で、最終的に今度2500メートル、南西の方向に進んで、400メートル降りながら進むんです。で、そこが 最終の石炭を掘ってたところなんです。600たす400ですから1000メートルです。熱気温が30度以上、湿度が 95% と言われてます。落盤の危険性ある、爆発の危険性はあるところで、8時間働かれる。文字通り縁の下じゃないですけど、血の底から日本の近代化を支えたというのがこの島の評価だと思います。で8時間働いてこられて、上がってこんなとこ上がってこられる。真っ黒です。目と歯だけです。白いのはこのまま家帰れないんです。家にお風呂がないんです。共同浴場しかが3つだけあったんで、ですから共同浴場にこのまま入ったら怒られるんです。で工員さん専用のお風呂場がそこにありました。白いタイルが見えてますよね。あれが浴槽です。浴槽が3つあってですね、最初の浴槽は服も着たまま靴も履いたままです。脱げないんです。汗でくっついて、でザブンと入って洗って、最後が上がり湯という形になります。上がり湯だけが真水です。あと全部海水です。ご覧のように水が全くないです。最初海水蒸留してたんです。次今度長崎から船で運ぶんです。それでもですね、台風が来たら水が来ないんですよ。で最終的に昭和32年になって日本で最初と言われています。海底送水管を引くんです。ここから6500メートル離れた長崎半島から。次の第三見学車に行かれる途中の左側に大きな流れています。そこから海底送水管も電気の線も上げてるんです。で山の上にまだも何にもない建物があります。あれが貯水タンクなんです。パイプが残ってますよね。いつまであるか分かりません。あれいつ壊れるか分からないですから。であそこに1回溜めて水が必要なところに給水してたんです。で左側に灯台があります。ここは24時間操業あったから、でどっかに電気がついてたんです。で昭和49年に閉山になります。真っ暗になります。さすがに船の航行に支障があるということで灯台ができたんです。もう実はあれ2代目なんです。最初の灯台鉄でした。実はですね、ここちょっと海が荒れたらこういう状態になります。あの47メートルの波しぶきが超えてくるんです。台風の時は波が越えてくるんです。で鉄の灯台はすぐ錆びて使い物にならなくなる。で今強化プラスチックですね。で目の前にこう道路みたいなのがあります。これ天井です。この下トンネルなんです。ここ工場ですから一般の人は危険で通れないんです。ですから住民の方のためにわざわざトンネルが作ってあります。皆さんトンネルくぐられましたよね。切符を切る前に。で左側に立ち入り禁止の柵があったと思います。今度見られてない方は見てみてください。あそこからずっとつながってるんです。次の第三見学車両の先までつながっています。もうこのトンネル出たらもうあと地下通路を渡り廊下がつながってるんで、家まで傘がいられなかったと言われてるんです。で最後になりましたけど、後ろの石垣だけ見てもらえませんか。赤土を固めたような石垣です。これが天川という石の接着剤なんです。江戸時代の初めから長崎には伝わってます。ですから出島の石垣とか目川根橋、明治になって居留地の石垣も全部この天川でくっつけてる。これが一番水で強いんです。この天川という技術がなかったらこの島何にもなかったろうと言われてます。目の前が明治時代の石垣なんです。本当に見る世界遺産これだと思います。でその辺ちょっと手を伸ばせばですね、天川さんいるんですけど、ね、これ右にも転がってます。その赤いとこをちょっと触ってみてください。コンクリートで硬いです。ちょっと世界遺産を触ってから3番に移動しましょうか。
場内は気温が高くなっております。水分補給などの必要をご覧いただきまして。